ちょっと詰め込みすぎたパート3、始まるよ。前回、クジラ島のルーン現象の調査のために、雪草地下3階の怪しい扉前に来ました。戦闘準備を整えて、行くぞー。ん？は？なんでこんなところに来てんですか？まずいですよ。なんか助けを呼ぶ声が扉の奥からするから来たそうです。精霊もたくさんいるみたいなんだって。扉を開いて中を見ると、そこには、なんだあのでっかいもの。やっぱりルーンはここに集まっていました。それに何か聞こえてきます。これは、歌じゃな？ルーンのそばに、エリス？ん？でもちょっと違うような。なんでこんなことすんだよ。やめてくれよ。しかし話が通じません。どうすっかな俺もな。そこに休息の塔から出てきた男登場。やっぱり悪い奴じゃないか。この男はジェルバイン。こいつがいるには、精霊の扱いに長けた、吸血種、であるエリスを利用し、ルーンを集め愚か者に復讐するとのこと。ふざけたことを抜かすな。そのメガネかき割ってやる。しかしジェルバインは戦わず、エリスをけしかけます。そっか、あったまきた。というわけで、エリス戦です。エリスにはダメージが入らないので、部屋の4箇所にある洗脳装置を破壊します。この装置にも側面補正が入り、20から40ダメージくらい変わるので、横から殴るようにします。ウルフは飛びかかって攻撃を止めてくれることがあります。エンディル君、いつの間にか死んじゃってるよ。信じられるのは自分だけってはっきりわかんだね。この戦闘では通常、装置を2つ破壊するあたりで運よくレベルアップできないと、RP が切れ、後半きつくなりがちですが、2つ目を破壊するとレベルアップするように調整済みです。RP 切れなんて怖くねえ。エリスは装置のそばにいると、炎魔法、光魔法、魔弾の3つの攻撃をしてきます。魔弾は当たりませんか。炎と光は危険です。光は着弾後、雪の結晶のように6方向に広がります。真横に動けば回避できます。特に炎は危険で、戦場に広がるので、対処が遅れると逃げ切れなくなります。ですが、実は奥の2つの装置であれば、動かずとも炎を回避する方法があります。それは、装置の向かって右側で、適切な向きで、スペシャルアタックの終わり際を合わせる、です。今回も挑戦しましたが、ミスしてしまったので左枠で解説と成功例をお見せします。あ、いつの間にか勝ってた、エリスは気を失ってしまいましたが、とりあえず大丈夫そうです。これでジェルバインの野望も終わりかと思いきや、さらなる精霊使いを発見したとのるを、眩し。ここで夢の続き、ルーン消失は、九段の魔法生物が原因だとわかったみたいです。ラグナ君はあの後気を失っていたようで、目が覚めると次の日になっていました。話を聞くと、エリスは解放されましたが、クジラ島のルーンは以前より減っているとのこと。また、ミストさんがいなくなり、地下の扉も再び開かなくなってしまったとのこと。そして、実はさっきのエリスは、クジラ島のエリスが二人に分かれたうちの一人だったとのこと。なので、とりあえずはこれから二人で力を合わせて、クジラ島に精霊を呼び戻すことになりました。ことはこの二人に任せることにしましょう。頑張るんだぜー。じゃあ、ラグナ君は疲れたので帰って8日になるまで寝ましょう。8日は雪草の扉を調べに行きます。ダンジョンのボスと戦うと、ワークポイントが出現します。なんて便利なのだ。氷漬けミノタウロスに5回ファイアボールを打って破壊しておきます。
扉を調べてみましたが、やっぱり開かない。他の入り口を探すしかないですね。じゃ、今日の仕事はおしまい。大砲でお腹きしましょ。腹に風穴開きそう。今日は、カンロジーと話し、ジェルバインのことを聞きます。ジェルバインは、王立魔法研究所で働いていましたが、ルーンの軍事転用を考えていて、追放されたんだって。それで王国に復讐をしようと企んでるそうです。こいつすげえ迷惑だぜ。教会前では、キャンディが穴に人形を落としてしまい、それをマルコが取りに行ったきり戻ってこない、なんてことが起こっていました。中に入ると、画面外に幼虫があるので、ファイアボールを一発を2枚して進みましょう。ガネーシャさんの息子のマルコです。幼虫落ちてきちゃったー、とのこと。ほんじゃー、もう出られますから、自力で出てください。なんとこの穴は、雪草の扉の奥と繋がっていました。そしてそこにはジェルバインとミストさんの姿が。さらなる精霊使いとはやはりミストさんのことで、ジェルバインはミストさんに苦痛を与え続け、精霊に助けを求めさせ、ルーンを集めているそうです、なんてことを。さらに、ルーンはもう十分集まったと言い、どこかへ消えてしまいました。どうすっかな、俺もな。ん？なんだあの本？よいしょ。え、何この詩は。まるで意味がわからんぞ。とりあえずカンロジーに店に行きましょ。あ、マルコは老中を先に壊したせいでこの先ずっとあそこに突っ立ってます。じゃあの。さっきの本を見せてみたところ、解読には1週間かかるそうです。しょうがないので15日まで寝ましょ。今更ですが、この世界の1週間は6日です。夢の続き、魔法生物は、世界からルーンがなくなるのを止めるため、異世界に隔離されることになりました。15日になったら、徒歩でカンロジーの元へ行きます。徒歩歩。解読結果、この本は異世界について書かれている本でした。どうやらミストさんは異世界に囚われているようです。そして異世界に行くためには、12人の乙女が育てた結晶花が12輪必要だとのこと。種もちょうど12粒あったので、これを村の女の子たちに育ててもらうことに、ちなみにキャンディはダメです。12人。そんなに女の子いねえよ。やべえよやべえよ。どうする？どうせ足りないならエリスとかにも渡さなくていいでしょ、遠いし。とりあえず、下界の女の子に渡したら、結晶花が育つまで3日かかるので、18日まで寝ましょ。ここで夢、魔法生物は、どこからか流れてくる大きな力を抑える限界が近づいてきているようです。というわけで18日、今日は結晶花を回収します。ウルフを連れて、南地区に行く。え、何この家は。怖いから近寄らんとこ。そんなことよりアネットから結晶花をもらいましょう。ありがとナス、アネット。足りないなら増殖すればいいんじゃねえの。そうと決まれば増殖しながら各地区回りましょ。今までの4箇所で増殖しても、下界のヒロイン7人プラス増殖分4つで、1つ足りません。なのでここで新たな増殖ポイントを使わなければなりません。そしてここが最難関ポイント。
まずは火事場の前の隅で57分まで待機。これでアネットのやたら声がでかい食べたいものアピールを回避できます。そしたら南地区域の通路へ行きます。そしていつもの立ち位置調整。左の壁にくっつきながら手前に歩き、右に2つ歩きの柵の手前の柵のヘリが少し見えたあたりで止まる。そこから Z プラス右で十字ショートカットの上に柵の頭が来るように合わせて。アネットのみがラグナ君を倒した半分を過ぎたあたりでしまう。成功しました。では残りのヒロインの分を回収して時計台に行きましょう。ちなみに失敗すると2分のロスになってしまいます。ドロップくんこんにちは。実はドロップは今まで一度も話しかけていなかったので、今日まで就寝時以外ずっとこの場に立ち尽くしていました。やっと、解放されるんやなって。じゃ、これで12輪集まったので、台座に置きましょ。あれ？全部置いたのに何も起こらない？ラグナよ、本当に12人の乙女から結晶を受け取ったのだな。はい、それは間違いありません。なんかエリスが元は一人だったから、結晶花の形も同じになりダメだったということに、お前じゃい。種もなくなっちゃったしどうしようもないねってことに、どうすっかな俺もな。なんだあや？ってこれは結晶花じゃないか、幸運かすべてわかっていたのか、何にせよさすがミストさんだー。じゃ、これを置いてみましょう。やっぱり何も起こらないじゃないか、もう終わりだー。とここへキャンディ登場。今流れているのは精霊歌で、あの本があればなんとかなるかもしれないとのこと。これだわ。空を感じて、風に乗る。光の先へ。あの本に書かれていたのは、精霊歌の歌詞でした。これで異世界に行けるようになりました。やっぱミストさんとキャンディ最高や、12人の乙女の祈りを込めた結晶花なんかいらんかったんや。それでは決戦のバトルフィールドへ。エンリル君は戦闘前に小屋に返します。相手の回避行動を誘発させちゃうからね。魔法生物くんこんにちは。もう自分を抑える限界が来てるみたいですね。元はこんな姿ではなかったのですが、
ジェルバインが長年にわたって、負の感情を込めたルーンを与え続けたせいで、このような姿に変貌してしまったそうです。そしてジェルバインのお出まし、まずはそいつと戦えとのこと。しょうがねえなぁ、ほら行くどう。始まりました、魔法生物戦。まずは距離を詰め、遠距離の攻撃範囲から外れます。遠距離技の誘導弾攻撃は、1回で3つだし、追尾してきてかなり厄介です。近距離攻撃は、尻尾攻撃、方向、かまいたちの3つです。方向は出が早く、目力は避けられません。かまいたちは、避けやすいですが、後引きが非常に短く、攻撃チャンスにはなりません。尻尾攻撃は、ダメージこそ痛いですが、後引きがかなり長いので、絶好の攻撃チャンスです。なので、基本の立ち回りは、方向が当たらず、誘導弾を出さない距離を保ち続け、尻尾も引きに攻撃。ですが、さっきからやっているように、尻尾攻撃にはアンチが存在します。魔法生物の右足にぴったり張り付いていれば、尻尾は全く当たりません。2回までは攻撃できるので、その後は方向が当たらない距離に逃げましょう。それともう一つ小技。見ましたか？今のはポーズ利用によるダメージ回避です。実は、ダメージ判定のあるフレームすべてでポーズを開くことで、ダメージを回避できるのですが、方向のダメージ判定は1フレームしか持続しないので、適切なフレームでポーズを一度開くだけで回避が可能です。ふぅ。ということで、魔法生物撃破、これでジェルバインの野望も今度こそ終わり。と思いきや、魔法生物が倒されることは計画のうちだった模様。どういうことなの？え、何このクリーチャーは。エリスを操った精神操作と、膨大なルーンの力で魔法生物と合体したみたいです。もともと、魔法生物を乗っ取るつもりだったが、それをするには魔法生物の意識が邪魔だった。なのでラグナ君に倒させたとのこと、そんなにトマホークのサビになりたいならやってやるよ。というわけでジェルバイン戦、様々な魔法攻撃と、ソード攻撃、カマキリ召喚をしてきます。魔法攻撃はそこまで危険ではないですが、ソード攻撃は攻撃力が高く、危険です。ですが、アンチが存在し、左半身に密着していれば当たりません。なので基本はジェルバインに密着して戦うことになります。これだけならどれだけ良かったことか、こいつの最悪な行動はカマキリ召喚です。レベル74のカマキリを4体召喚してきます。攻撃力はなんとジェルバイン以上。カマキリはラグナ君に向かってきてカマを振る。たったそれだけの単純な敵ですが。これがアンチに偽る戦法と非常に相性が悪い。放置していてはやられてしまうので倒すしかないです。そして倒すとなると大体20秒はかかります。もう。ああ、最悪。以前目標タイムに大きくマイナスをつけていた時に、召喚を連打され目標に届かなくなったことがあります。ですが今回はまだ0匹ですね。ああよかったー。ここからイベントです。それでは、ご覧ください。無限に力を供給されている。お前に勝ち目はない。何か。聞こえる？歌？お兄ちゃん！キャンディ！こんなところに、どうして？精霊に頼んで、私たちの姿と歌声だけを運んでもらったの。ジェルバインに支配されてる。黒いルーンを解放しないと勝てない。私たちみんなが力を合わせて歌えば、ジェルバインさんに囚われた黒いルーンにも気持ちが届くはずです。だから私たちみんなで力を合わせて精霊歌を送ります。みんな？いや、
手伝いに来たよ。正直歌はあんまり得意じゃないんだけどね。私も手伝うからさ。そんなやつサクッとやっつけちゃってよ。今回ばかりはGを耐えるわけにもいかんの。Gは音痴なのじゃ。この私がわざわざやってきて歌ってあげてるのよ。そんな雑魚さっさとやっつけてしまいなさい。精霊さんだけでなくそのモンスターもできれば助けてあげてください。今日は手紙じゃなくて歌を届けるわ。必要なら何でも届けるのが郵便屋の仕事よ。多少の怪我なら私が何とかします。どうかご無事で。ほらミスト、いつもマイペースのあんたが何やってんのよ。心配してるわよ。届いてください、私たちの歌。精霊たちを悲しみの心から抜け出して。魔法陣でないときは一戦目と同じく左半身に密着しましょう。ところがガラ空きなんだよな。変身してメガネ。おーい、だからカマキリはやめろっつってんじゃねえか。カマキリは一旦離れてこちらに向かってくるのに合わせてスペシャルアタックするのがいいと思います。カマキリがいるときに魔法陣が来たら片側にカマキリを集めて反対側に移動すれば、カマキリはゲルバインに引っかかりこちらにギミックなり大魔法で削れ、ゲルバインに攻撃しながらついでみたいな感じで処理することができます。これならあまりロスにはならないんじゃないでしょうか。せっかくの攻撃チャンスの魔法陣でしたが巨大剣攻撃に移行してしまいました。残念。体力を半分まで削ると確定で巨大剣攻撃をします。派手な見た目ですがゲルバインの真後ろはアンチです。キャッチに合わせてスペシャルアタックをぶち込んでやりましょう。これからは巨大剣攻撃を普通に。もう十分だ、もう十分だ。カマキリ出して魔法バンバン撃ってくるのが一番きついんだよな。真ん中来いよ。見ての通りカマキリはクッソしょうもない遅延行為ですが、真の遅延行為は巨大剣攻撃です。巨大剣をするために移動を始めてからキャッチまでの約20秒間、一切ダメージを与えることができなくなります。ただ、そこまでする頻度が高くないのが唯一の救いでしょうか。左手前の方にカマキリを集めてしまったので、こっちに来るのが早くなってきて。でも、もう一回魔法陣してくれれば勝てるぞ。それか一生ビーム剣振っててくれよな。魔法避けるの難しい。難しくない？
魔法陣来た。これで勝つ。もう回避なんか必要ねえんだよ。ここでタイマーストップ。記録は2時間38分10秒でした。完走した完走。ワードで。これでジェルバインの合体は解除されました。ああよかったー。勝てたのは14人の女の子たちの協力のおかげですねー。なんか3人知らない人混ざってたけど。迷惑かけてごめんなさいと魔法生物くん。隔離されたり利用されたり散々なのに真面目だなー。あ、そうだ。犬さんも一緒に帰りませんか？帰りましょうよ。いきなり、そんなこと言われても、困るよ。大丈夫だって安心しろよ。ルーンを吸い取る力なんて、精霊さんにパパパッと頼んで、終わり。ありがとうございます。でもここに残ります。家族がいるから。あ、そっか。そろそろ帰らないといけないみたいです。ジェ、魔法生物くん、さらばだー。元気でね。え、ジェルバイン。なんで連れて帰る必要があるんですか？そっちの世界でノードにでもなって、どうぞ。というわけでエンディングです。完走した完走ですが、大目標であった40分切りを達成でき、非常に満足しています。ミスなどもほとんどなく、間違いなく自己最高の走りができたと言っていいでしょう。運営も、ニワトリグリフォン戦は最速パターン、エリス戦は炎がかなり少なく、区間最速記録が出ました。ミスを上げるとすれば、春13日の火事失敗と、春18日のエリスとの会話。冬28日に雪草攻略後にリターンしてしまったくらいでしょうか。合計ロスタイムは20秒くらいですね。まあこの程度誤差でしょ。まさか再走しろなんていうやついねえよなー。一番ロスしたところは、やっぱりジェルバイン2戦です。カマキリがね。これはもうどうしようもない。ゼロカマキリ時と比べて1分10秒の遅れが出ています。おお、もう。ですが、3カマキリまでは許容と考えていたので、自分はこれでルンファイ 2% RTA は終わりにしとうございます。最高の記録で解説動画が作れて気持ちよかった。じゃあ感想はここまでにして、短縮要素についてお話しします。本チャートでは、金作、合成素材確保として、アネットに8回背中を押してもらっていたのですが、株の増殖を1回減らすことができます。これによって50秒の短縮が見込めますが、代わりに、回復ドリンクの買える数が34個減ってしまいます。一番うまくいったテイクの今回で、回復薬の残りが39個なので、ダメージをもらいすぎると、回復ドリンクが足りなくなる恐れがありますが、採用できないこともないでしょう。安定して通すのは難しくなってしまうかもしれませんが。あと、フレームアックスチャートも考えてみましたが、カジスキルレベルを35まで上げる手間を考えるとさすがになしかなぁ、といった感じですね。攻撃力は文句なしですが。まあこんな感じですね。無慈悲兄貴の挑戦、お待ちしてなす。
ザ・エンドってね。お疲れ様でしたってね。汚い畑だな。畑がこんなに散らかってるとなったら、あの株影様、黙ってませんね。それでは最後までご視聴、ありがとうございました。